はい、じゃあ、本題の方で、皆様、はい、ご入居いただいて10年になりますよね。はい、で10年経ってのお話を聞きたいんですけど、まず10年前振り返ってもらって、この家を建てるのに、まあ、どんな思いで、どうやってこの家を選んだかっていうのをちょっと聞かせていただけますか。うん、まずなんで、はい、ネットでずっと調べて、いろんな建築会社を調べてて、十、はい、何社あったかな、はい、で最後の方に鈴子さんが来て、はい、で高級住宅家ってなんかちょっとピンとなんかに触れたんですね、はい、私の中で、であちょっと行ってみたいなと思って、高断熱高気密って歌ってる会社がいっぱいあったんですけど、うんはい、どうも2年中換気扇回して、うん、なんかそうやってわざわざ、うん、作るのはなんか変だなと思って、うん、もっと自然に暮らせないのかなと思って、はいはい、でちょっと息子を引っ張って、夏の暑い時だったんですけど、はい、行ったんですね、そうしたらモデルハウス連れて行っていただいて、うんはい、そこの空気の何ていうか気持ちよさ、はい、涼しい真夏だったんですけど、はい、クーラー使ってなくてこの涼しさで、この環境でってもうなんかあこれが私欲しかったこういう人生みたいなってその時思ったんです、はい、でそれがきっかけです、はい、ありがとうございます。どうですか、この10年間その住まわれてて、その時の期待と通りでしたかね。期待裏切られてないですね。あ、嬉しいですね、はい、選んでよかったなと思ってます、まあ、それが私作り手としては一番嬉しいことで、どのお宅をお伺いしてもその期待通りに住み心地いいよと言っていただけるのでとても嬉しいんですけどね、まあ、住み心地で今言われた内容ですけど、一番何が住み心地がいいと感じるんでしょうね。前はマンションに住んでたので、はい、やっぱりカビが、はいはい、冬場結露とカビで悩まされてたんですけど、それが全くないですね。夏本当にクーラーほとんど使わないで扇風機だけで過ごせちゃう、はいね、で誰も信じてくれないでしょ。本当に持ってお客さんが来た時だけちょっとつけるぐらいの感じでね、うん、何回つけるかぐらいしかこれは使わないですし、冬場はボイスバーグが一日暖かくしてくれてるので、はいはい、ほとんど他の暖房エアコンつけないし、うん、暖房も今なしで済んじゃってるので、うん、体にいいんだろうなって思いますね、はい、玄関入った途端にあほっとするというか、はいうんよくあったかい家で夏涼しい家を作るためには、うん、高気密高断熱でないと熱が逃げるからっていう発想なんですけど、うん、この家は夏は熱を排出して、うん、で冬は溜めておくという機能を持っているので、これなかなかね信じてもらえないんですね、うん、まあそれを体感していただいたということでこれとても嬉しいですね。以前マンションに住まわれてたということで、うん、こちらに住まわれて10年経って大きく何か生活で変化することってありますか。あんまり結露吹かなくていいかなって思いますかね。あと埃もそんなにない気がしますね、うんはい、なぜかね埃が生まれたかないと言われてます、うんうんこれどのお客様に聞いても皆さん同じこと言われて、どうしてって聞かれると一番困るのは物理科学的にはまだ私の方では究明できてないんです。でもどうやらですね空気の流れによってマイナスイオンが発生していて、で静電気を消滅させているのでここにならないというのが一つと、あとエアコンあんまり使わないのでほこりも立たないんだろう、うんまあ、そんなことぐらいしか想定なんです、うん、なぜほこりがうちのお客様もうちのモデルハウスもそうですけど、うん、ほとんど拭いてないのにほこりが立ってついてない、うん、これは本当にありがたいですよね。ありがとうございます。お掃除が楽になったということが本当に評判のようなんですが、このお家で
まあ機能だけじゃなくて設計上何か一番お気に入りのところってありますか。これは良かったよ。あ、この吹き抜けですね。吹き抜け、はい。モデルハウスもこのように吹き抜け作って皆さんにご紹介してますけど、本当にあのモデルハウスと同じようなこの吹き抜けがすごくいい空間ですよね。で、あのよく高級水高断熱の家ですと吹き抜け作ると寒いとか言うんですよ。この家吹き抜け作ってても全然、ね、上と下との空気が全部入れ自然に入れ替わってますので、海が非常に具合がいいですね。はい。お友達がもし家を建てたいなんていうことを聞かれたら、補給水でご紹介されますか。進めたいと思います。体にはいいわよって。ありがとうございます。体にいいからっていうのは一番ですよね。そうですね。うん、で住む人あの家に住んで健康になることが一番大事で、うんうん、実は世の中では高気密の住宅が広まったために、うん、家を建てて病気になる人が多いんです。あ、そうなんですか。ぜんそくとかアトピーとか、うん、アレルギーとか、花粉症とか。うん、だからそういうのね強く出てしまう、そういうのはありますね。ではあのもう一言、これから家を建てようという方に、うん、世の中にいっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、一言アドバイスいただけたらいいですね、うん、あなた家を建てるならっていうか、いろいろ相談したらいいですね、うん、自分だけで考えて、うん、まあ、親切に教えていただけるから、自分がこうしたいよというか、こう建てたいんだけど、こういう時にはどういうふうにしたいのか、具体的に教えていただく、まあ、それがこの一戸建てを建てるのが一番のことなので、はい、私たちのこう希望を全部聞いていただけたりとか、はい、ご相談に行っていただいて、あのこの家は2軒目なんですね、はい、あの1軒目は美濃加茂っていうか岐阜県に1回建てたんですけど、はい、その時はあの建てるところがですね、ある程度こう図面は作ったんですけど、うん、こう割と独断的にやられちゃったので、よくあの瓦がオレンジだったりですね、お風呂場がブラックだったりとか、立ったという気がしたんですけど、まあ、そういうのがあるのもあるのを思ってたので、うん、まあ、鈴子さんに行って、まあ、相談をすると、まあ、ドアのノブ一つ、はい、についてもですね、こういろいろあって、これがこういうのがありますよ、どうですかって言われて、ご紹介を受けてこう決めるという過程を経させていただいたので、はいはい、まあ、それ以上に良かった。ちょっと最後ほどなんですけど、ね、少し変更しましたけど、ね、あまりにも細かく、ちょっと細かく一つ一つ、部品一つずつ選んでいただいてますので、でもそれはすごく丁寧だなと思いましたね。最近はあのネットが非常に広まってね、情報を家を建てようという方がネットで情報を集めてしまって、その中で判断しようとしてますけど、うん、私はあのいつも言ってるのは、まず家を建てて住んでる方に、もう先輩に話聞いた方が絶対いいよ、うん、ネットじゃなくてね、ないとネットの情報っていうのはいつも本当は全部ありますから、うん、そうね、それに大事な家づくりを任せるわけにはいかないや、そんなこと思ってます。どうも、本日はあの、インタビュー、10年目のインタビューですね。あ、そうですね。ありがとうございました。